OSS で誕生、成長した Linux1990 年頃のターミナル2000年頃の Window マネージャー2010年頃のデスクトップ環境2000年代に流行ったオープンソースソフトウェアの Web サービス構成ランプ2000代末のオープンソース OS を使った世界初の Android スマートフォン HTCG1 オープンソースソフトウェアの歴史ではオープンソースソフトウェアの歴史をその背景 文化、運動、方法論、技術、影響などを踏まえつつ多面的に解説する。オープンソースソフトウェアとは、そのソフトウェアのユーザーによって人間が判読できるソースコードを使用、調査、再利用、修正、拡張、再配布することができるソフトウェアである。ソフトウェアのソースコードを利用者が共有し、修正、再販布する文化は、 1950年代のコンピュータ上でソフトウェアが稼働するようになった頃から学術機関、研究機関の間で存在し、ソースコードとソフトウェアはパブリックドメインで共有されていた。1970年代以降、ソフトウェア開発は徐々に商業となり、ソフトウェアのハ布に制約を付与するプロプライエタリソフトウェア、ソースコードを非公開とする。 クローズドソースの文化が出来上がった。1980年代以降、利用者がソフトウェアのソースコードを自由に利用できないことをストレスに感じた人たちは、フリーソフトウェアやオープンソースを定義してソースコードを利用者で共有することによるソフトウェアの発展を提唱した。2000年代前後のソースコードの共有文化が再度一般化した頃、 オープンソースソフトウェアコミュニティ内での議論やプロプライエタリソフトウェアを販売する企業から攻撃など論争が活発となった。技術情報の自由な共有という文化はコンピュータのかなり以前から存在していた。例えば初期の自動車開発では一つの企業がジョージセルデンの申請した2ストローク期間のガソリンエンジンの特許を持っていた。 この特許によってこの企業は業界を独占し、他のメーカーは、その要求を飲むか、さもなければ、訴訟のリスクを負わねばならなかった。1911年、独立系の自動車メーカーに勤務するヘンリー・ホードは、ジョージ・セルデンの特許無効の申し立てに成功した。その結果、ジョージ・セルデンの特許は事実上価値がなくなり、後にモータービヒクルマニファクチャラーズ・アソシエーションとなる。 新しい協会が結成された。新しい協会はすべての米国自動車メーカー間でクロスライセンス契約を締結した。各社は技術を開発し特許を出願できるが、それらの技術は共有されており、第二次世界大戦に入った頃には、92件のフォードモーターの特許と515件の他社の特許が費用も訴訟も伴わず共有されていた。 1950年代のコンピュータはハードウェアとソフトウェアがバンドルされた大型のマシンであり、マシンベンダーは同ハードウェアで動作するソフトウェアを開発し、マシンとソースコードを利用者に提供していた。利用者は提供されたソースコードを修正して独自のソフトウェアを開発し、パブリックドメインとして共有していた。1960年代から1970年代にかけて、 ソフトウェアの開発コストは肥大化し、マシンベンダーとは独立したソフトウェアベンダーによるソフトウェア開発とプロプライエタリーソフトウェアの文化ができていった。1950年代から1960年代のコンピュータではハードウェア上で動作するオペレーティングシステムとソフトウェアはソースコードと実行ファイルをマシンに同梱する形で利用者に提供されていた。ソフトウェアは 大学や研究所の研究者により開発され、パブリックドメインとして扱われていた。コンピュータは大学や研究機関が主な利用者であり、ソフトウェアはソースコードは一般に学術分野で長く確立された公開性と協力の原則のもとで配布され、それ自体は商品として見られなかった。そのような組織での活動はオープンソースソフトウェア分野で 肯定的な意味で使われるハッカー文化と呼ばれる開発の中心的な要素であった。この頃のソフトウェアは特定のハードウェアでしか動作させることはできなかったため、他社のハードウェアで実装されたものを自分のハードウェアで動かしたり、ソフトウェアのバグの修正や新しい機能の追加するために、人にとって過読性のあるソースコードはマシンで実行する機械ごとともに反布されていた。 A-0 システムが動作するユニバックの商用コンピュータオープンソースソフトウェアの最初の事例は1953年にレミントンランドのユニバック部門で開発されソースコードと共に利用者にリリースされた A-0 システムと考えられている利用者は修正や改善をユニバックへフィードバックするよう求められたその後大半の IBM のメインフレームが ソースコードと共に共有された。シェアと呼ばれた IBM701 のユーザーグループ、デカスと呼ばれた DEC のユーザーグループはソフトウェアの共有体系を構築した。ゼネラルモーターズがオリジナルを開発した GMNAR-IO はシェアユーザーグループによってシェア OS として IBM709、IBM7090 へ移植された。 いくつかの大学のコンピュータ関係の研究室は、コンピュータにインストールするすべてのプログラムのソースコードのファイルを公開しなければならないポリシーを定めていた。1969年、アーペネットが構築され、このネットワークはソースコードの交換を簡略化した。1970年代にソースコードの公開とともに、 開発されたテックスやスパイスは2000年代まで長く使われ続けた。DEC の PDP-11、標準 OS は DEC 製 OS だが多くの他社製 OS が利用された1960年代より変化が訪れ、OS やプログラミング言語のコンパイラをはじめとしたソフトウェアの開発コストはハードウェアに比べて劇的に増加した。 ハードウェアにバンドルするソフトウェアのコストはハードウェアコストに含まれていたためソフトウェア業界の成長はハードウェアベンダーの製品と競合したハードウェアベンダーはソフトウェアの利益はないもののリースしたハードウェアにバンドルしたソフトウェアのサポートをするためソフトウェア製品のコストをハードウェア製品のコストに上乗せする必要があり一方で自らのニーズに合わせて ソフトウェアを改善することができる顧客にとっては、ハードウェアベンダーのソフトウェア製品のコストを、ハードウェア製品のコストと一緒に束ねることは、望んでいなかった。例えば、DEG の PDP-11 は、標準の OS は、DEC 製の DEG バッチ -11、DOS-11 や RT-11 であったが、マシンの利用者は、自身の利用用途に合わせて、ソビエト連邦製。 アンドース、AT&T 製ユニックスなど他社製 OS を利用した。1969年1月17日に提出された米国政府と IBM の独占禁止法訴訟では、米国政府はバンドルされたソフトウェアが反競争的であると訴えた。需要に合わせてハードウェアにバンドルするソフトウェアは減り、一部のソフトウェアは引き続き無償でバンドル提供されていたが、 制限付きライセンスで、のみで提供、販売されるソフトウェアが増えていった。1970年代序盤、AT&T は、ユニックスの早期バージョンを開発し、行政機関と学術機関に無償で提供した。しかし、そのバージョンは、再販布や修正コードの販布を認めておらず、オープンソースソフトウェアと呼ばれる条件を満たすものでは、なかった。 1979年 AT&T は企業がユニックスシステムを利用してビジネスをする場合はユニックスの利用に有償ライセンスを課すことを決定しシステムパッチを有償ライセンスで販売するようになった。広い普及によりアーキテクチャを切り替えることは難しく多くの学術機関の利用者はユニックス有償ライセンスを購入して利用を続けた。 1970年代以前のソフトウェアはパブリックドメインで共有されていたが、この頃よりクローズドソース、プロプライエタリソフトウェアが登場した。1974年にコンタはコンピュータプログラムは著作者の制作を具体化する範囲で著作権の適切な主題であると言及した。加えて1983年にコンタはオブジェクトファイルに関するアップル。 フランクリン訴訟で、コンピュータプログラムは、文学作品としての著作権を持ち、ソースコードを非公開とする、クローズドソースのソフトウェアのビジネスモデルは有効である、と述べている。1970年代末から1980年代、初頭、コンピュータベンダーとソフトウェアベンダーは、プログラム製品として、ソフトウェアのビジネスモデルを構築し、ソフトウェアを商用製品として販売していった。 ビル・ゲイツは1976年にオープンレター2、ホビスツというエッセイで、マイクロソフトの製品であるアルタイルベースックが、愛好者の間で、ライセンス費を支払うことなく広く共有されている、ことを残念に思っていると述べた。IBM は1983年2月8日付の発表レターで、購入したソフトウェアのソースコードを配布しない、今でいうクローズドソース、 という方針を打ち出した。コストの増加に伴い、一般傾向はプログラマが過読なソースコードは、反復せず、ソースコードをコンパイルして作られる、実行形式の機械語だけを反復する、プロプライエタリソフトウェアとなっていった。1980年代から1990年代、ソフトウェアは商業化し、クローズドソースであることが多かったが、後に、ホビーストや、ハッカーと呼ばれる、 ソースコードを他のプログラマやユーザーと無料で共有しようとしていた人たちがいた。彼らは書籍や独自のネットワークを通してソフトウェアのソースコードを共有して他社の書いたソースコードを入手し学習利用した。インターネットが一般的に使われるようになる以前1980年代以降に出版されていたクリエイティブコンピューティングソーフサイド コンピュート、バイトなどのコンピュータ雑誌、ベストセラーのベーシックコンピューターゲームズに代表されるコンピュータプログラミング本はソフトウェアのソースコードを掲載し共有利用されていた。しかしながら、それらは依然としてコピーライトであり、あたり8ビットコンピュータのシステムソフトウェアの主要なコンポーネントは注釈付きのソースコードでマスマーケット本に掲載された。 例えば、あたりベーシックのソースコードの一部は、ザあたりベーシックソースブックに、あたりドスのソースコードの一部は、インサイドあたりドスに掲載されていた。1980年代、ソースコードを伴うソフトウェアは、BBS ネットワークで共有されていた。これは時には、必要なもので、ベーシックや、その他の一部のインタプリター言語は、ソースコードのみで反復が可能であり、 多くのものがフリーウェアだったからである。利用者がソースコードを収集し、その修正について議論の場を設けようとした場合、BBS はデファクトスタンダードなオープンシステムであった。この分野で最もわかりやすく、最も多く利用された BBS ネットワークの一つに、ウェインベルがベーシックで最初に開発した WIV がある。彼のソフトウェアをモディングし、モッドを反復する文化は、 そのソフトウェアを最初にパスカル、続いて C に移植し、そのソースコードは登録ユーザーに共有され、ユーザーは MOD を共有し、独自バージョンのソフトウェアをコンパイルする際に使われ、w e b 自身を大きく成長させた。時を同じくして、1980年代序盤のユスネットとユクプネットの出現は、プログラミングコミュニティをつなぎ、プログラマがソフトウェアを共有し、 他社が書いたソフトウェアに貢献するさらに単純な手法を提供した。1955年に設立したシェアユーザーグループは自由に利用できるソフトウェアを収集し、反布していた。シェアの最も古いドキュメント反布物は1955年10月17日に遡り、シェアプログラムライブラリーエージェンシーで磁気テープの情報とソフトウェアがまとめられていた。 IBM がメインフレームの OS のソースコードとしてリリースしたものをシェアユーザーグループは小さなローカルの機能追加修正をし他の利用者と共有した。シェアプログラムライブラリーとそれが育んだ分散開発のプロセスはオープンソースソフトウェアの主要な起源の一つとなった。1980年代初頭デカステープスと呼ばれたデカスによる DEC 製品利用者のために自由に利用できるソフトウェアを共有する世界的なシステムが存在した。デカステープスはソフトウェアの学習、修正を望む利用者が求めるソースコードを反布した。DEC 製の OS は一般にプロプライエタリーソフトウェアだったが、テコエディタ、ラノフテキストフォーマット、ファイルリストツールなどの利用者の利便性を上げるユーティリティツールは デカステープスで反復されていた。それらのユーティリティパッケージは DEC にも貢献しており、時には彼らの商用の OS の新しいリリースに投入された。デカステープスではコンパイラでさえ反復され、例えばラトフォーやラトフィブは研究者たちがフォートランコードを GoTo 分を抑制する構造化プログラミングへ移行する手助けをした。1981年、デカステープスは DEC の VMSOS が動作する16ビットマシンの PDP-11 シリーズ、32ビットマシンの BAX シリーズにローレンス・バークレー国立研究所のソフトウェアツールズバーチャルオペレーティングシステムを移植したことで革新的な存在となった。それは Windows 上のシグウィンに似ており、ユニックスに互換性のある環境を提供した。フリーソフトウェアを提唱した。 リチャード・ストールマンプロプライエタリソフトウェアの文化に強いストレスを感じた一人にリチャード・ストールマンがいた。リチャード・ストールマンはこのままでは最初に他社が書いたプログラムを学習、修正することができなくなり、それは非道徳的であると考えた。この文化に対抗する形で1980年代中ほどからリチャード・ストールマンは利用者の自由とコミュニティに敬意を払い、 ソフトウェア利用者にソフトウェアを実行、複製、反復、学習、改善する自由を提供するフリーソフトウェアを提唱した。リチャード・ストールマンは1980年代中頃にフリーソフトウェアを広く展開させるためコピーライトの対象となる著作物の自由な状態を維持するための法的な仕組みとなるコピーレフトの概念を発案した。コピーレフトは利用者に 追加費用なく利用する権利、プログラムの完全なソースコードを入手する権利、ソースコードを学習、修正する権利などの多くの権利を与え、同時に成果物に同一の条件を及び追加の制限を加えない義務を要求した。成果物は他のプログラムの混合で構成されるため、下流の利用者は自身の成果物を独自の制約を加えたソフトウェアに変えることはできず、 コピーレフトのコモンズに貢献するよう呼びかけられた。コピーレフトという単語はコピーライトの大義語として1970年代後半には存在していた。リチャード・ストールマンがコピーレフトという語を気に入ったのは1984年にドン・ホプキンスがリチャード・ストールマンに当てて送ったコピーレフト・オールライツ・リバーストというフレーズに由来する。この後、 リチャード・ストールマンはコピーレフトという概念の発案と定義まで少々の時間をかけた。1982年にリチャード・ストールマンはフリーソフトウェアのみで構成された完全な OS を実装する GNU プロジェクトを開始した。GNU プロジェクトは EMAX、デバッガ、ヤック5巻パーサー、リンカーの実装から始まり、 多くのユニックスユーティリティソフトウェアを実装した。GNU プロジェクトの始動させた動機に利用者にソースコードの提供がなされなかっために問題を解決できなかった厄介なプリンターの存在があった。1985年、GNU プロジェクトの目的の概要とフリーソフトウェアの重要性を説いた GNU 宣言を発表した。 GNU プロジェクトの可能性と GNU 宣言は、シンボリックス社が更新した MIT のソースコードをベースにしたリスクマシンを MIT が利用するケースにおいて、リチャード・ストールマンとシンボリックス社は合意することはできなかった。1986年2月、リチャード・ストールマンはフリーソフトウェアのあり方を定義したフリーソフトウェアの定義を発表した。 1986年のフリーソフトウェアの定義は2つの要点からなり、フリーソフトウェアのフリーの意義と優位性についてシンプルな言葉で表した。フリーソフトウェアの定義は時代に合わせて逐次更新され、1996年に3、条項からなるフリーの定義とそれを補足する文章となり、1999年に大令状を追加した4条項となった。 GNU プロジェクトのライセンスは1988年2月11日にコピーレフトの概念が初めてライセンスとして実装された GNU Emacs のための e m a r a ゼネラルパブリックライセンスに始まりプロジェクト初期はソフトウェア個々にライセンスがリリースされていたその後1989年2月にコピーレフトを 含め GNU General Public License が、繁栄ライセンスとしてリリースされた。続いて、1991年に GNU General Public License Ver. に、GNU Library General Public License Ver.2 がリリースされた。同年、GNU Library General Public License は、位置づけを明確にするため、GNU Lesser General Public License に、 名称変更して微修正とともにバージョン2.1がリリースされた。1989年、幾人かの GNU プロジェクトの開発者はシグナスソリューションズに移動した。GNU プロジェクトはカーネルの開発は引き続き遅れていたが、1991年にカーネルを除いたほぼすべてのコンポーネントが完成し、Linux カーネルと結合することで、 ほぼすべてのソフトウェアがフリーソフトウェアでできた OS が完成した。リチャード・ストールマンはフリーソフトウェアのさらなる促進を図るため、1985年にフリーソフトウェア財団を設立した。フリーソフトウェア財団はフリーソフトウェアの推進し、GNU プロジェクトを支援する非営利団体である。1990年代中ほどまでのフリーソフトウェア財団は、 GNU プロジェクトの開発者の支援が主な事業だった。1990年代中ほど以降はフリーソフトウェアの利用者の自由を啓蒙し、フリーであるソフトウェアやファイルフォーマット、あり方を広めるフリーソフトウェア運動を実施していった。また GPL 違反是正をソフトウェア開発者やソフトウェアベンダーに強く指導し、時にはライセンス違反の訴えを裁判で争った。 ユニックス KOS の系統図1980年代以降 AT&T のユニックスはクローズドソースプロプライエタリソフトウェアとなったがそれまでに大学等で広く使われていたためそのインターフェースをベースとした OS がユニックス KOS として派生、誕生、成長していったまた OS に加えてユニックス KOS 上で動作する GUI、アプリケーション コンパイラやプログラミング言語も自由に利用できるソフトウェアとして開発、公開された。ユニックス、ドス、マッキントッシュなどのプロプライエタリな環境を望まないユーザーにとって好ましいものでソフトウェアの利用者、開発者を拡大していった。1970年代末からカリフォルニア大学バークレー校で AT&T のユニックスのソースコードをベースとした。 バークリーソフトウェアディストリビューションが開発された。1977年からビル・ジョイはバージョン6ユニックスのアドオンの形で BSD の原型を開発し、1978年3月9日に 1BSD をリリースした。この時の主なコンポーネントはパスカルコンパイラとエクスエディタであった。1979年5月に ソフトウェアの更新版と6エディター、C シェルを含むに b s d をリリースした。1979年にバックスの仮想記憶機能を利用し、ユニックス 32V 由来のユーティリティをまとめた完全な OS として 3BSD をリリースした。3BSD に注目した国防合同研究計画局はバークレーのコンピューターシステムズリサーチグループに 資金提供することを決め、1980年に CSRG は 3BSD に様々な改良を加えた 4BSD をリリースした。その後、1980年代の間に 4XBSD が様々な修正、改良を加えリリースされた。1980年代末、それまでの BSD の全バージョンで AT&T のプロプライエタリなユニックスの ソースコードが含まれており、AT&T のソフトウェアライセンスを必要としていたため、1989年6月に AT&T のライセンスが不要なコードのみで構成されたネットワーキングリリース1がリリースされた。ネット1リリース後、BSD 開発者、キースボスティックは BSD の AT&T とは無関係な部分をさらにネット 一と同じライセンスでリリースすることを提案し、1991年6月に自由に再配布可能なほぼ完全な OS であるネットワーキングリリース2をリリースした。ネット2はウィリアム・ジョリッツらによるフリーな 386BSD プロジェクトとバークリーソフトウェアデザインインクのプロプライエタリな BSD386 プロジェクトに派生した。 1992年からの2年間、ビスディはシステム V の著作権とユニックスの商標を所有する AT&T のユニックスシステムズ、ラボラトリーズとの間で、アセルビスディ訴訟に見舞われ、訴訟が解決するまで、ネット2の配布は差し止められて、開発は停滞することとなった。1980年代中ほどから1990年代序盤にかけて、以前は、 ソースコードが共有されていたユニックスをベースとしたプロプライエタリな OS である SCO のユニックスウェア、IBM の X なども開発されていた。ユニックスの機能の権利の一部は SCO グループが保有し、後の s c o リナックス論争の要因となった。1980年代、ユニックスがクローズドソースとなり自由に利用できる OS が存在しなくなったため、 ユニックスのソースコードを源流とせず、しかしながらユニックスのインターフェースと互換性のあるカーネルの開発が始まった。アムステルダム自由大学の教授アンドリュー・タネンバウムは1987年にソースコードが非公開となった AT&T のユニックスの代わりの教育用 OS、ミニックスを著書、オペレーティングシステムズ、デザインインプラメンテーションの中で例として開発した。 機能上の新しさはないが、マイクロカーネル構造を採用するなど、モダンな宣伝が行われていた。もともとは IBM PC をターゲットとして開発されたが、その後あたり、アミーガ、マッキントッシュ、スパークをはじめ、日本においては NEC の PC-9800 シリーズにも移植された。GNU プロジェクトは、 開発初期はマッハをベースにマイクロカーネルを開発することを検討していたが、1987年にトリックスをベースにすることを検討し、最終的には1990年に BSD4.4 をベースにした GNU ハードの開発を決定した。しかし、開発は父として進まず、リチャード・ストールマンは2010年に GNU ハードは、 完成していないが重要なプロジェクトではなくなったと発言している。リーナ・ストーバルズによる Linux は1991年4月より開発が始まった。リーナ・ストーバルズの当初の目的は8386プロセッサを搭載した新しいパーソナルコンピュータの機能を使いたいが、ための自身が使用していたハードウェアと OS に依存しないプログラムの作成だった。 リーナ・ストーバルズは、著書、ジャスト・フォー・ファンで、ミニックスや GNU 製カーネルが十分な機能を備えて完成していれば、カーネルを開発することはなかったが、それが必要だったから、リナックスカーネルを開発したと述べている。1991年8月25日にユスネットのニュースグループ、コンプ、オス、ミニックスエアム386、アム486互換機で動作するフリーナ、 OS を作成したと報告し、利用者からのフィードバックを求めた。リーナストーバルズはこのシステムをフリーフリークウェックスの混成後、フリークスとして呼んでいた。ライナスユニックスの混成後、リナックスという名前も考えていたが、最初はそれをあまりにも異例のものとして却下していた。1991年に開発者支援のためフーネットの FTP サーバにファイルをアップロードする際、当時の FTP サーバ管理ボランティアのアリレイムクは、フリー X は適当な名称ではないと考え、リーナストーバルズに相談なくリナックスの名称でファイルをアップロードした。ただし、後からリーナストーバルズは承諾している。1992年にモノリシックカーネルを採用したリナックス開発者のリーナストーバルズと、 マイクロカーネルを採用したミニックス開発者のアンドリュー・タネンバウムはニュースグループコンプ・オス・ミニックスでカーネルのあり方やその多きにわたり議論をした。カーネルのあり方は一長一短であり良し悪しを明確に決着することなく激論を交わしたものの両者は良好な関係でいる。初期のリナックスは商用利用を禁じたプロプライエタリなライセンスで あったが、1992年1月5日にリリースしたバージョン0.12のリリースノートで GPL へのライセンス変更の移行が宣言され、1992年12月にリリースしたバージョン0.99で GPL に変更された。自由な利用が可能となった Linux のソースコードは多くの Linux ディストリビューションとして派生し、1993年に パトリック・ボルカディングのスラックウェア、イアン・マードックのデビアンへ、1994年に、レッドハットのレッドハット・リナックス、ソフトウェアシステムズ・デベロップメント・コーポレーションの SUSE へと派生していった。X11 上で動作している GUI、アプリケーションコンピュータの GUI は1973年に、ビットマップスクリーンとしてゼロックスパークで、初めて実装されていた。その後、 1983年にアップルのリザ、1984年にマイクロソフトのインターフェースマネージャーでプロプライエタリソフトウェアとして採用された。1980年代からユニックス KOS 上でも GUI プラットフォーム、アプリケーションが開発された。1983年にスタンフォード大学のポールアセントとブライアンレードは V システムの Window システムとして W Window システムを開発した。1984年5月にマサチューセッツ工科大学のボブシャイフラーは W Window システムの同期機構を非同期機構に変更し名称を X Window システムにしてリリースした。X Window システムは速度性能の改善、カラー化、タキシュハードウェア対応を重ねた。1985年に X6 が MIT ライセンスでリリースされ、世界で初めて完全に自由に利用できるソフトウェアの GUI プラットフォームとなった。1986年にリリースされた X10 は DEC、IBM、3マイクロシステムズなどのプロプライエタリーソフトウェアを扱うベンダーにも採用された。X10 で大きな支持を得た XWindow システムはさらなる非依存性が求められたが、 MIT にはその余力がなかったため DEC、WSL が開発して、X10 と同条件でリリースすることが提案され、受け入れられた。自バージョンとなるソフトウェアのプロトコル仕様は、ユスネットで公開競技で決定され、1987年9月15日に、その後の x w i n d ウシステムの代名詞となる、X11 がリリースされた。 X11 はユニックス KOS の GUI システムのコアとして利用され、1987年に X11 上で動作する軽量なウィンドウマネージャー TWM が MIT ライセンスでリリースされた。TWM のリリース直後の正式名称は t o m s ィンドウマネージャーだったが、1989年の X コンソーシアムでタブウィンドウマネージャーに変更が発表された。 1990年代には TWM のソースコードを元にした VTWM、TVTWM、CTWM TV、FVWM CT などの多数のウィンドウマネージャーが開発された。ウィンドウマネージャーは GUI アプリケーションを開発する基盤として有用でウィンドウマネージャーが存在することが前提で動作するザタム、t a ロ m ク、エク c ピ o c k x p i f マンなどのソフトウェア開発が続いた。ウィンドウマネージャは比較的軽量だったが、それゆえに総合的な観点での機能性、優美性は低く、1993年にプロプライエタリーソフトウェアとしてリリースされていた CDE に比べて見劣りしていた。1996年にエヴァン・ハルト、カール大学中ビンゲンの学生だったマティアス・エトリッヒはデスクトップ環境、 KDE とそれを構築するためのフレームワーク、QT をリリースした。また、1997年から GNU プロジェクトは GNOME の開発を始めた。1980年代後半から自由な利用ができる新しいプログラミング言語がいくつか誕生した。1987年に PARL、1991年に Python、1995年に ルビーがインタプリタのスクリプト言語としてリリースされた。それらのスクリプト言語は、ホビーストやハッカーの手軽なツール、HTTP サーバーの CGI として多用された。サンマイクロシステムズは1995年に Java 仮想マシン用に Java 言語を開発し、コンパイラと実行環境を無償で提供した。Java 仮想マシンは Windows、MacOS、Linux、そして当然、 サンマイクロシステムズのソラリスで動作した。また、Java 仮想マシンとウェブブラウザを連携させて、ウェブブラウザ上で Java ソフトウェアを動かす Java アプレットは、ソースコードの入手、学習、実行の容易さに加えて、プログラマからエンドユーザーへの反復のハードルの高さを下げた。Java 仮想マシンは、プロプライエタリソフトウェアであったが、その上で動作するソフトウェアがプロプライエタリでなければ、 ならない制約はなかったため、Java ソフトウェアのソースコードは開発者同士でインターネットを通して共有された。また1990年代後半には、Web ブ,ブラウザ上で動作するプログラミング言語、ソフトウェア環境として JavaScript と MacroMediaFlash が登場した。しかし、ソースコードから実行形式のソフトウェアを出力できるプログラミング言語及びコンパイラは依然として、 限られており GNU プロジェクトの GCC が対応する C、C が主流のプログラミング言語だった。プロプライエタリソフトウェアからオープンソースソフトウェアになったモジュラーアプリケーションスイート1990年代末から2000年代にかけてオープンソースという用語が誕生、普及した。オープンソースはフリーソフトウェアのソースコードを利用者で共有する。 ソフトウェアの開発手法を主観にフリーソフトウェアを再ブランド化したものであった。オープンソースの開発手法は、ホビーストやハッカーだけでなく、団体や企業にも受け入れられた。エリック・レイモンドは1997年に著書ガラント・バザールを出版し、ソフトウェアのソースコードが公開された環境でのハッカーコミュニティとフリーソフトウェアの開発モデルについて言及した。 ガランとバザールではフェッチメールとリナックスカーネルの開発手法を参考にガランのようにトップダウンで開発が進められるプロプライエタリーソフトウェアとバザールのようにボトムアップで開発が進められるオープンソースソフトウェアにおけるトップダウン設計とボトムアップ設計の比較がなされているソースコードが公開されたソフトウェア開発では末端の利用者が改善の意見やバグの回収などを 実施し、ボトムアップでソフトウェア開発が進められていくことが一つのメリットであると研究している。1998年初頭に、同著書は大きな注目を集め、ネットスケープコミュニケーションズがネツケイプスイートをフリーソフトウェアとしてリリースする一つの要因となった。ネットスケープコミュニケーションズはマイクロソフトのインターネットエクスプローラーとの競争で、 シェアが低下したネツケイップナビゲーターの立て直しのためバザール方式でソフトウェア開発が進められるフリーソフトウェアとしてソースコードと共にリリースしたこのソースコードは後にリリースされるシーモンキー、Firefox、ックス、サンダーバードの元となった OSI 公認のオープンソースロゴネットスケープコミュニケーションズのプロプライエタリーソフトウェアを フリーソフトウェアで公開するという行動は、エリック・レイモンドたちにフリーソフトウェア財団のフリーソフトウェアの考え方と貢献をソフトウェア商業分野にどのように持ち込むかに目を向けさせた。フリーソフトウェア財団のフリーソフトウェアを押す社会運動はネットスケープコミュニケーションズのような企業には魅力的ではないと結論し、 ソースコード共有によるビジネス面での将来性を企業に強調するためにフリーソフトウェア運動を改革し再ブランドする方法を模索させた。1998年2月3日パロアルトで開かれたフリーソフトウェア運動の戦略会議でソフトウェアの機能と品質の向上のために技術者の参加を募集する方法、誰でも開発及び供給に参加できる理念について 議論していた。そこで、フリーソフトウェアの極端な思想がビジネスの世界からは拒否されていると考えた人々は、フリーソフトウェアに代わる用語と理念を検討した。そこで、オープンソースという用語をクリスティン・ピーターソンが提案し、オープンソースではあえて自由という点を強調はせず、ソースコードを公開するとどういうメリットがあるかを関心の中心とした。オープンソースは、 フリーソフトウェア運動をしているラリー・オーガスティン、ジョン・ホール、サム・オックマン、マイケル・ティーマン、エリック・レイモンドなどの会議の参加者に受け入れられた。翌週、エリック・レイモンドたちは、用語の展開を働き始めた。リーナ・ストーバルズは翌日、すべての重要な承認を実施した。フィル・ヒューズは、リナックス・ジャーナルへの投稿を提案した。フリーソフトウェア運動の先駆者である、 リチャード・ストールマンはこの用語を受け入れることを考えたが、後に考えを改めている。1998年4月7日に、ティム・オライリーが開催した多くのフリーソフトウェアと、オープンソースのプロジェクトリーダーが参加する、フリーウェアサミットで大きく躍進を遂げた。会議には、リーナ・ストーバルズ、ラリー・ウォール、ブライアン・ベイレンドルフ、エリック・オールマン、グイド・バン・ロッサム、マイケル・ティーマン、 エリック・レーモンド、ポール・ビクシー、そしてネットスケープコミュニケーションズのジェイム・イザ・ウィンスキーが参加した。その会議では名称について混乱を引き起こし、マイケル・ティーマムは新しくソースマヤを主張し、エリック・レーモンドはオープンソースを主張した。集まった開発者たちは投票を行い、同日午後に勝者であるオープンソースが記者会見で公表された。 5日後の4月12日、エリック・レイモンドはフリーソフトウェアコミュニティへ新しい用語のオープンソースの受け入れの発表をした。その後すぐ同月末にオープンソースイニシアティブが設立された。オープンソースイニシアティブは1998年にオープンソースの定義を発表した。オープンソースの定義ではオープンソースは利用者がそのソースコードを 商用、非商用の目的を問わず利用、修正、反復することを許し、それを利用する個人や団体の努力や利益を遮ることがないこととした。オープンソースの定義では、フリーソフトウェアの定義のコピーレフトのようなプロプライエタリーに用いてはいけないこと、ローカルコモンズへの貢献を呼びかけることはしなかった。オープンソースイニシアティブは、オープンソースの定義に従った、 ソフトウェアライセンスをオープンソースライセンスとして公認してオープンソースのソフトウェアのブランド化を図った。アパッチ HTTP サーバーを開発していたアパッチソフトウェア財団はソースコードの共有が一般になされている Java 言語に着目し、1999年にアパッチライセンスで Java ソースコードとライブラリをリリースするジャカルタプロジェクトを始動した。 ジャカルタプロジェクトは、汎用共通ライブラリーコモンズ、テキストテンプレートエンジンベロシティ、全文検索エンジンルシン、MS オフィスファイル操作ポイなど、多数の Java ユーティリティライブラリーを開発、公開した。ジャカルタプロジェクトは1999年に 3J2EE の Java サーブレットに互換性を持つ、ジャカルタトムキャットをリリースした。 2000年6月19日にジャカルタトムキャットを主要ととした Java 向けビルドツール、ジャカルタアントをリリースし、2002年3月30日に依存ライブラリー管理機能やマルチプロジェクト統合管理機能を持つジャカルタメイブンをリリースした。ジャカルタメイブンはビルドファイルに依存ライブラリーの URI を記述することでビルド時に自動的に依存ライブラリーをダウンロード。 コンパイルするパッケージ管理とビルドを一元の処理として扱った Java のグレイデル、g 言語の Go、ラスト言語のカーゴなどの先駆けとなるツールであった。1990年代以降、インターネットが個人利用でも広く使われるようになり、Apache HTTP サーバーを用いた Web サービスが増えていた。2000年代の Web サービスプラットフォームは、プロプライエタリソフトウェアのような制約がない。 ウェブサービスプラットフォームとして Linux OS、Apache Server ーー、Maskall Database、それにプログラミング言語であるパール Python、PHP を組み合わせたランプが広まった。また Java 言語のマルチプラットフォームの Jakarta Tomcat、Ruby 言語のインタプリタエンジンで動作する Ruby On Rails などもウェブサービスプラットフォームとして使われた。 それぞれのソフトウェアはプロプライエタリな制約がなく、利用者はランプ上で商用、非商用のウェブサービス構築した。エクリプスのスクリーンショットオープンソースのソフトウェア開発では、開発支援環境はソフトウェア製品の開発とその環境自身の開発をサポートするのに使われた。1990年代までのソフトウェア開発は、 プログラミングをするエディタとコンパイルするターミナルのウィンドウを切り替えて開発をしていたが、それらを一つのウィンドウにまとめて加えて、デバッカ連動、入力保管、プログラム実行などの開発補助をする統合開発環境が登場した。IBM は2001年11月に Java 言語を対象とした IDE Eclipse をリリースした。 Java の流星とともに爆発的に利用者が増えた、Eclipse は管理、開発体制の見直しがなされ、2004年に IBM から独立した組織である Eclipse Foundation に譲渡され、Java に限らずプラグインで任意のプログラミング言語を対象とする IDE となった。開発効率を上げる統合開発環境は、ソースコードを読み書きする開発者に受け入れられた。 1990年11月19日にリリースされたコンカレントバージョンズシステムや2000年10月20日にリリースされたサブバージョンのようなバージョン管理システムはソフトウェアプロジェクトでソースコードなどのファイルと変更履歴の管理をサポートした。1999年11月に立ち上げられた SOURCEFORGE.net は CVS のホスティングサービスを提供し、 多くのオープンソースソフトウェアのプロジェクトを支援した。Linux カーネルの開発では2002年から2005年の間、分散管理システムのビットキッパーが使われていた。2005年にビットキッパーが利用できなくなってからは Git をソースコードの分散管理システムとして開発し、利用を開始した。開発者が不特定多数で自由に利用、修正するオープンソースでは、 クライアントサーバーモデルのバージョン管理システムより、P2P モデルの分散型バージョン管理システムが、このまれ、2005年4月19日リリースのマーキュリアル、2007年12月14日リリースのバザーなどいくつかの分散管理システムが登場した。また、ソースコードのホスティングサービスも2005年に、Google の Google デベロッパーズ、2006年にマイクロソフトの、Microsoft の Codiplex、 2008年に GitHub、ビットバキットが登場した。インターネットの普及とともにオープンソースソフトウェアの文化が普及した2000年前後には、フリーソフトウェア運動家の啓蒙活動や、ソフトウェアベンダーのソースコード共有文化への攻撃など対立と議論が活発となった。1990年代中ほど以降、GNU プロジェクトの創始者であるリチャード・ストールマンは、リナックスを Linux ではなく GNU、Linux と呼ぶことをデビアンを含む Linux 関連ソフトウェアベンダーに依頼していた。他社の開発するソフトウェアの名称を指定する名称変更の依頼は賛成派と反対派に分かれる GNU、Linux 名称論争となり、Linux ディストリビューションや Linux 向けソフトウェアを開発する利用者がどのような名称で Linux を扱うかの論争となった。 フリーソフトウェア財団は、フリーソフトウェア及び GNU プロジェクトの啓蒙のための GNU、Linux の名称を使用していることを明言し、その上で、それがフリーソフトウェア運動として意味のあることと主張している。リチャード・ストールマンは、名称変更運動が自己中心主義、または個人な感情から生じているという指摘に対し、 個人の名声ではなく GNU プロジェクトへの名声のために名称変更を主張していると述べている。Linux の開発者であるリーナ・ストーバルズは GNU、GN Linux という名称の存在は否定しないが、それは GNU プロジェクトの Linux ディストリビューションに与えられる名称であり、Linux 全般を GNU、Linux と呼ぶことは適切ではない、述べている。 リナックスジャーナルは、リチャード・ストールマンのは、名称変更の啓蒙活動は、リーナスが、ストールマンがしたかったことで賞賛を得たことに対する、フラストレーションに起因するのではないかと推測している。オープンソースの概念は一定の成功を収め、オープンソースのソフトウェア開発の手法と意義の浸透を、もたらしたが、自由を強調しないという点は、 フリーソフトウェア運動の支持者からの攻撃の標的となることがある。1999年2月17日、オープンソースイニシアティブの設立メンバーの一人、ブルース・ペレンスは、オープンソースがすでに成功を収めたこと、そしてオープンソースがフリーソフトウェアから離れすぎていることを挙げて、今こそフリーソフトウェアについて再び語るべき時だと述べた。2007年、 リチャード・ストールマンは、オープンソースの概念は、フリーソフトウェアが主観にしている利用者の重要な自由を守るに、足り得ないとして、オープンソースは、フリーソフトウェアの的を外していると批判した。2013年、リチャード・ストールマンは、フリーソフトウェア運動が問題視している利用者の自由への不当性を、オープンソースは問題視していないと述べ、フリーソフトウェアの理念をまさしく伝えるため、 OSS ではなく、フリーソフトウェアとオープンソースを複合した用語のフロスの利用を推奨した。また、文章として表現する場合でも、フリーソフトウェアとオープンソースソフトウェアのように、フリーソフトウェアを明示している。フロスや、フリーソフトウェアとオープンソースソフトウェアの表現は、フリーソフトウェア財団とオープンソースイニシアティブの対立に起因するが、ウィキペディアでは、 一般的に使用されている用語化は別として、中立性のために、抗議のオープンソースソフトウェアを表す場合にポータル、フロスやホスのタイトルなどで使用している。オープンソースイニシアティブは1999年にアメリカでのオープンソースの商標登録を求めたが、オープンソースは一般的な用語であり、特定団体が権利を持つ商標にはならないと判断されている。これについて、 オープンソースイニシアティブはオープンソースが一般的な用語として周知されたことを歓迎する立場をとっている。日本では2002年3月にオープンソースグループジャパンがオープンソース、オープンソースを商標登録している。日本での用語の利用に際しては特に許諾や制限は求められないがオープンソースの定義と同等の扱いで利用されることが望まれている。 2006年2月にデビアンプロジェクトのバグトラッキングシステムへ Firefox の商標の扱い及びメンテナンス方法に関する指摘が挙げたれた。要点としては Modzilla Foundation がオープンソースソフトウェアとして開発している Firefox がデビアンの公式リポジトリで修正を伴って再販布されているが公式ロゴとアートワークの適切な利用がなされていない。 メンテナンス手法がセキュリティ等の観点から不適切であるなどの問題があるため、Firefox の商標を用いて再反復をしてはならないというものであった。いくつかの問題の解決方法を模索した上で、デビアンは Firefox のソースコードを修正したソフトウェアを Firefox ではなく Iceweasel の名称で反復することに決定した。2007年にオープンソースイニシアティブは シュガークムが自社のことをコマーシャルオープンソースと表現しオープンソースイニシアティブがオープンソースライセンスとして承認していないライセンスをソフトウェアに課していたことを非難した。後にシュガークムはライセンスをオープンソースライセンスとして承認されている GPLV3 に切り替えている。1998年マイクロソフトの社内文書であるハロウィーン文書の一部が エリック・レイモンドによりリークされた。ハロウィーン文書には Linux やオープンソースソフトウェアに関する潜在的な戦略についての検討情報が記載されていた。それらの文書ではオープンソースソフトウェアがマイクロソフトの自社製品と競合する製品であると認め、それらとどのように戦うかの戦略が検討されていた。2003年3月7日、 ユニックス及びリナックスのソフトウェアを開発していた SCO グループは同社が権利を持つユニックスのソースコードに基づく機能を IBM が同社の開発するリナックス関連製品に不正に組み込んだとして IBM を提訴した。IBM はこれに対して SCO グループを反訴した。同様に SCO グループは IBM 以外のノベルや レッドハットの Linux ディストリビューションベンガーも訴えた。オープンソースソフトウェアのソースコードの著作権、開発機能の権利のありかを争点として、SCO グループと各社は論争をした。2000年代後半から1960年代にソフトウェア開発コストの増加により、企業のプロプライエタリーソフトウェアになっていた OS と、 プログラミング言語のコンパイラが企業のオープンソースソフトウェアとして提供されるようになった。Ubuntu は2004年にユーザビリティの高い Linux Distribution となることを目標として d e b i a n から派生して開発された。従来 Linux はコンピュータにある程度詳しいホビースとハッカーが利用する OS だったが Ubuntu は コンピュータにさほど詳しくない利用者でも利用できるようインストール方法にライブ駆動を採用し GUI も Windows 相当に利便化した環境を提供した2010代初頭にはユーザーエージェントから判断する限りではインターネットトラフィックの0.5%から0.65%の割合を占めていたまた2014年に Ubuntu Touch をタッチパネルデバイス用に開発した Google は2005年に Android Inc を買収し OS として Linux アプリケーション実行環境として Java 仮想マシンダルビッチ仮想マシンを採用した Android の開発をはじめ2008年に HTC 製タッチパネルスマートフォン HTC Dream を発売したまた Google は2009年に Web ブ,ブラウザ Chrome の技術をベースにクラウドに アプリケーションとユーザーデータを保存する Chrome OS の開発を発表した。ノキアは2010年にシンビアンがクローズドソースで開発、販売していたシンビアン OS をオープンソースソフトウェアで公開した。リモファンデーションは2010年に Linux ベースのモバイル向け OS である名語をリリースした。シンビアン名語は日本ではモープ モープとして2000年代のフィーチャーフォンで採用されていた。2010年代前半から企業をスポンサーとした高級プログラミング言語が発表、開発された。開発されたプログラミング言語は、インタープリタエンジンが処理するスクリプト言語、仮想マシンで動作する VM 言語、機械語にコンパイルするコンパイル言語と多様である。それぞれの言語に、 企業スポンサーがついているが、コンパイラ等はオープンソースライセンスで公開されており、コミュニティベースで使用策定、実装、評価が行われ、プログラミング言語の利用者が、プログラミング言語の開発者でもある、オープンソースソフトウェアである。Go, ラス s t Swift はソースコードから実行形式のソフトウェアを出力が可能であり、長年続いた C、 シート GCC の組み合わせに変わり得るコンパイル言語である。Adobe は2007年4月26日にアクションスクリプトのコンパイラのソースコードを Adobe Flex SDK としてモジラパブリックライセンスで公開した。その後、Adobe Flex は Adobe のフラッシュ事業縮小に前後して2011年にアパッチソフトウェア財団に寄贈され、アパッチフレックスとしてアパッチライセンスで公開された。 Google は2011年10月10日に JavaScript や ActionScript に代わり、Web ブ,ブラウザ上で高速動作するスクリプト言語 DART の開発を発表した。DART エンジンは同社製 ChromeWeb ブ,ブラウザで試験実装され、他社製 Web ブ,ブラウザへ展開することが計画されていたが、正式採用されることはなく、開発は2017年に収束報告がなされた。 マイクロソフトは2012年10月1日に JavaScript の型安全性を補完し実行速度を最適化するスクリプト言語タイプスクリプトを発表したタイプスクリプトはトランスファイルすることで JavaScript に変換することができ既存の Web ブ,ブラウザで動作する JavaScript エンジン互換のスクリプト言語であった サンマイクロシステムズは2007年に Java Development Kit のオープンソースソフトウェア版 o p ン n j ド d ク k をリリースした。マイクロソフトは2014年11月12日に Net フレームワークのコンパイラ、ライブラリー、ランタイムを Net Core としてリリースした。Google は2012年3月にマルチコアのマシンでプログラマが意識することなくマルチスレッドを最適化して実行する。 号を発表した。モジュラファンデーションは2012年1月に速度、安全性、平行性を言語仕様特徴として歌うシステムプログラミング向けのラストを発表した。アップルは2014年6月に iOS、MacOS 用プログラミング言語の Objective-C の文法をモダンにリフォーマットした Swift を発表した。ありがとうございます。